まるまるやってみた。今回は、メンバーにドッキリをやっちゃいたいと思います。はい、ドッキリというか検証なんですけど、私がもし留学に行くって言ったらメンバーはどんな反応するのかっていう検証をやっていきたいと思います。まずやり方としては、みんなのいるグループラインにマネージャーさんって言って買い物 の材料をお願いするのと一緒の文章で「この間お話しした留学の件なんですけど」みたいな感じで間違えてそこに送るはずじゃないと匂わせみたいな、そういうメッセージを送っちゃって、でその後にメッセージを送信取り消しして、なんだろうなんだろうってさせて、たまちゃんは仲間なんですけど、たまちゃんは分かるかなこの説明ちょっと早振りしてなんかうちょうちょしてるテロップで、そうそう、たまちゃんは仲間なので、ちょっと、連絡の話を持ちかけそうになかったら、たまちゃんにちょっとあれ貸せみたいな、そう、言ってもらって、どういう話をするのか、止めるのか、生かしてくれるのかっていう検証をしていきたいと思います。ということで、今からメッセージを送っちゃいたいと思います。ケチャップもですよね、じゃあ一回送りますね、いきますよ。大丈夫、その後すぐ送れる、考えちゃう。あと、この間の留学のお話なんですけど、シンガポール発表の前にみんなに伝えたくて送ります、せーの、いないのにドッキリ山さんが多分絶対見てる今絶対見てるじゃあここから様子を見ていきましょう。今送ってから5分経過したんですけど、メンバーが7人入ってて3人見ました。私と、もう1人多分マネージャーさんが早いから見て、だから多分1人絶対ゆなちゃん早いからだね、ドキドキ。はい、ということでドッキリのやつなんですけど、今はあっ、既読3から4になってます。だから5人中2人見ましたね。キビチさん見てない可能性あるかもしれない。確かに、あ、でもタムちゃんは知ってるから。あ、そっか、見てんだ多分。じゃ意味ない、だから一人ですね。でもそろそろ消した方がいいよね。もう消した方がいい、消した方がいい。じゃあ今から送信取り消ししたいと思います。送信取り消し、やばい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 、間違えちゃった取り消しました。ということでメンバーがこの後到着するんですけど、その時にどんな反応するのか楽しみです。あ、そうだそうだ、まずはおもてなしの話、ちょっとね、2個同時だからね、難しいんですけど、まずはおもてなしをしてからどういう反応なのかっていう感じで、ミスがしそうだ。またじゃあ撮ってほしい。ねえよ、嬉しい。何がいいかな、立つの。もうそれをなんか思い出しちゃって、そこめっちゃ通るのに、4の散歩でもうこうやって見ないようにしてやだ、あー、私よく事務所行ってるじゃん。なんかその時になんかちょっと聞こえてきたの、話してるのが。でもさやちゃんさ、ちょっと前までさ、進路すらさ決まってなかったくない？もしこれがさ企画だったらめっちゃ申し訳ないんだけどさ、ケチャップ頼むのに下田さんって呼ばなそうじゃない？確かに。これ回ってないよね。だからその見せて企画を取ろうとしてるのかなって。ね、思ったの。だけど、でもそれだったらさ、残しとくね。一回聞いてみればいいじゃん。聞いたことないけど。ね。
今私だけ外に出たんですけど、ちょっとこずっちゃって、今多分タオちゃんがあの話持ちかけてくれてるかなっていう感じなので、もうちょっとしたら戻りたいと思います。私と今電話してるってみんな思ってるから、普通に戻って、そういえば見たんだけどみたいな、どうなのってなったら、タオちゃん自分から言える？うん。やばい、なんか笑っちゃいそう。え、笑っちゃっていいのか。笑っちゃダメなんじゃない？真剣な話だから。緊張しちゃう、笑っちゃいそう。でマジパンをどうするかっていうことですかね。あと半年だったらビザが必要ないから、とりあえず行ってみたいから半年は行ってみようかなって。行く、行ってみよう。私ちょっと入れます。はい、暑いから気をつけてくださいね。ありがとうございます。将来のことを考えて、うん、進路とかね、確かに進路考え悩んでたもんね。そうだからどうしようと思って、うん、でなんか海外行きたいなって思って、いきなり、うん、いきなりかそう思って、うんうん、でなんかそのそう、それでなんでステイホームみたいな、ホームステイ、ホームステイ、ホームステイ、コロナの時のやつだね。お家にいましょう。お家ですか？お家。ホームステイ。ホームステイね。ホームステイ。ステイホームはね、違う。ホームステイに行こうと思って。え、それどのぐらいでも決まってるの？空席に。えっと、
する気持ち、留学するが 90% ぐらい、80%、90%。それはもうその時期は、うん、9周年、うん、終わったタイミングだから高3ぐらいってこと、でもそれはもう確定なの、ずらしたりとか、自分で決めてる、9周年終わってツアー終わって、そしたらで半年行って、まあ、10周年間に合うかな、でもその10周年も、どうなるか、それはなんかいるかないないかなって、なんでさ言ってくれなかったの今の、なんかでもちゃんと最近決まったんじゃない、空の中でも、まあね、そうだと思うけど、だってさ、この結構いつだっけ、一緒にさあのピザ食べに行った時とかもさ、まだ迷ってるみたいな、進路迷ってるって言ってさ、からそっからの間で決まったからあれじゃない、まだ言えなかった9周年の後かあれだよね、大学受験する前にも行っときたいってことさ、だからその話を今日しようと思って、でもどう、半年かね、長い、めっちゃ、じゃあ別にグループの、今後のグループのことは別に考えてなかったって感じ、と、ちょ待って、ガチ、ガチで留学するってこと、ふざけてるとかじゃなくてガチガチだよ、9周年か、9周年、いや、なんかその空がその留学したいっていう気持ちがあるんだったら行った方がいいなっていうふうに、やっぱ空の人生だし、それはなんか尊重したいというか、そのまあグループとしてどうなるかって考えるよりも尊重したいなっていう気持ちもあるんだけど、でもちょっと、なんだろうな、いうのもちょっとまだ、みんなには話せてなかった、10周年で卒業しようってなったグループ、本当に言ってる、でちょっとはるかにしかまだ話してなくって、でみんなにも話そうとは思ってたんだけど、なんかその、まあ、9周年ツアーやってごめんね、2人もなんか急に10周年でもう、まあ、キリもいいし、タイミング的にもって思って、でいろいろ、まあ、周りの人とかにも相談してってその話進んでて、で9周年のツアー終わってからの1年間を、なんだろう、そのグループ、今後もみんなもう、まあリーダーやってるから、その誰にリーダーしてもらおうとかもこの1年間でちょっと固めていきたいなっていうふうに思ってたから、そのタイミング的にね、その空の留学と半年間だからってなると、もうその10周年一緒に過ごせるのが時間が少なくなっちゃうのは寂しいというか、また1年間みんなといっぱい過ごして、もう悔いなくアイドル卒業しようと思ってたから、これはすごい
なんかこんな感じたちで言うつもりではなかったけどって思ってたかな。でもなんかさ、そのさあちゃんがいないってなると、そのもう辞めるとしても、そのもし活動休止みたいにするにしてもさ、うん、そのなんか半年間いないってなると、そのなんか思い描いてた10周年にはならないんじゃないかなって思う、うんうん、でもそのなんかそのそらちゃんが決めたことだし、そのなんかさ、多分年齢今の若いうちにそういう経験をしたいとか、うん、そのいろんな考えがあると思うから、うん、そこはね、そのなんか行かないでとかは言えないけど、うん、そう、なんかはるかはそのゆうなちゃんからその話聞いてたから、うん、今えって思っちゃった。しかもなんかそういう素振りは全く今まで感じなかったから、ちょっとびっくりしちゃったなって感じ、うんうん、それってもうスタッフさんはみんな知ってるの？うん、前もさんと知らない。うん、前もさんと知らない。でもやっぱその酒井さんとかもすごい10周年に向けていろいろ考えてくれてるから、早めに相談はした方がいいかなって思う、うんうん、そう。でも本当なんかその、まあ、寂しいなっていう気持ちは個人的にもあるけど、うんうんうん、やっぱね、3年、4年ずっと一緒にやってきたメンバーだから、うん、そのマジパンの先もさ、ちゃんとみんなに幸せになってもらいたいなっていう気持ちもやっぱあるから、みんなのことなんか子供みたいにさあのスタートの時から見てるから、だからサラがその行きたいっていう気持ちももちろん、うん、本音を言うと寂しいけど、ソラの気持ちをちゃんと尊重するし、なんかソラがちゃんと考えて決めたことなんだったら、ソラのことも、まあ、半年間その先はグループにソラが戻ってくるってなるかならないか、ソラの気持ちはその時にならないと分かんないと思うけど、ちゃんと背中も押すし、うん、押してあげたいなって思う。でもさ、寂しいけどね、なんかそらちゃんはじゃあこのゆうなちゃんのを聞いてどう思う？それはその留学行ってもその半年間でその空いた半年間分をこう巻き返す気持ちでまたグループを続けたいと思ってくれるのか、うん、それかもしかしたらもうあっちの世界にカナダにカラーが楽しくなっちゃって帰ってこないかもしれないっていう考えもあるのか、うん、確かにその10周年のライブの時にはいるっちゃいるじゃん、一応予定では留学期間ではないもんね、だからユナの卒業は公演はみんなが見守ってくれるっていう可能性もあるってことだもんね、そうだと嬉しいけど、でもソラが行きたいって言ってるんだったら止めるつもりは全くない、うんうん、でもソラちゃんの気持ちでいいよ、そのゆなちゃんが寂しいって言ってるから言おうっていうのも違うし、一回周りの人のまあ気持ちはもちろん、うん、メンバーだから伝えるし、そのびっくりしたっていう気持ちとか寂しいっていう気持ちも伝えるけど、一回そういうのは無視して、ソラが本当に行って学びたいことがあったりとか、うんうん、するんだったらそれはもうソラがちゃんと決めて、決める権利があるからソラに、
する？全然いいよ、空の今思ってることとか、もう素直に伝えてくれたら。うん、あの10周年で、え、本当にすごい。でまだちょっと3人には衝撃です、ね、なんかみんなに同時に伝えようとは思ってたんだけど、まあ、やっぱはるかはそのメンバー卒業しちゃった時からもうずっと支えてくれてたから、ちょっとはるかにだけ話すタイミングがあって伝えちゃってたんだけど、まあ8月夏終わり、あっとでも終わりにみんなに話そうかなと思ってて、タイミング的にも。空の留学の話があって、でタイミングもちょっと被ってたから、うん、今先伝えたい、伝えといた方がいいかなと思って、うん、でもだからといって別に空が自分の将来変える必要ないし、うん、留学に行くこと自体はすごいいいと思うんだけど、ただやっぱ留学から帰ってきた後も活動は一緒にしたいなって思うし、ゆうなちゃんが卒業する時はやっぱみんなで送り出してあげたいから、そこをどう考えてるのかっていうのはちょっと気になるかな。嘘え、嘘え、さやちゃん、嘘だったの？ドッキリってこと？なんで泣いちゃってんの？いや、さすがに言いにくいよね、嘘って。あ、確かに言いにくいね。うん、そう、でも、そう、ゆうなちゃんはもう決まったことだからゆうなちゃんも嘘ゆうなちゃん
留学そうなの、うん、ゆうなも嘘ゆうなちゃんもなんならさっき決めました今ね、はるかマネージャーさんと連絡取ってたの。あ、そうなの。さやちゃんどんな感じって来てる。さやちゃんどんな感じ、うん、みんなの顔見れない。なんで、嘘、嘘だよ。大丈夫だよ。カナダオーロラ綺麗だね。めっちゃ綺麗。カナダ調べてんじゃん。そうだから、あの、LINE してもおかしいじゃん。怪しいから、カナダってこういうのあるんだって。さやちゃん、途中がもう1点見つめちゃってたもんね。さやちゃん、なんでやべえこと言っちゃったって。笑っちゃうよね。笑っちゃう。
真剣な話に持っていくために、じゃあゆうなちゃんが10周年でやめるっていうことしたらどう？そういいねってなって、で今でもさ、いつも以上にこういうさしんみりした場で喋るのにたまちゃんがめっちゃ喋ってるよ、めっちゃ喋ってる、すごいと思って、だからおかしいなと思ったよ、ね、だからおかしいなと思ったよ、でも死んだ時に言えなくなったけどみんなさ、全然話さないの、それぞれ聞いてみようって言ったのに、なんかみんななんかなんかおもろいみたいな、だってさ、話しのタイミングむずいよね、むずくない、だから鼻に目で、そう鼻いけそう今だ、いけってやりながら、吉田さんが話し始めて、疲れた、本当にやばいこと言っちゃった、本当にやばいこと言っちゃった、取り返しつかないみたいなもんだもんね、うん、こっちはふざけてるとか、え、そうだから、さらちゃん、はい、さらちゃんの逆ドッキリ大成功違うの、もう、うん、これもソラの自分の企画で、うん、みんなを騙せるための企画だったの、うん、なんだけど、まだ早かったのね、なんかね、いろいろ考えてたんだよね、うん、そう、なんか眉毛がちょっとずつつながると抜けるから、ソラちゃんが固くなに帽子取らないで撮影なのに、うん、で、撮ったら髪の毛ないとかいろいろ考えてたんだけど無理だ、そう、一番なんかちょっとリアル感、そう、確かに、ね、だったけど、ちょっと急すぎてね、うん、やっぱ疑われちゃったね、え、やめないよね、やめないです、ほらまだ何も考えてません、何も考えてませんらしいので、はい、皆さんもご安心を、そう、ご安心をもうマジでびっくりしたーということで、はいはい、はい、さらちゃんドッキリしてみたってことで、さらちゃんの丸丸してみたドッキリバージョンで、そう、バージョンでした、はい、あの留学も行かないので、はい、行かないし、ゆなちゃんもまだ行かない、もう分かんないので、はい、ぜひ、はい、安心してください、はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました、ありがとうございました、さらちゃん大失敗その動画がいいと思った人はご評価